大川原さんは女性の人権問題、ジェンダーの問題など大変熱心に取り組んで、来られました。石原東京都政とガチンコで戦ってき、た経験があります。ではお話をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、大川原雅子です。今ご紹介をいただきましたように、私は昨年の7月まで、93年から、3期にわたって世田谷選挙区から、都議会議員として、議会で活動させていただきました。実は2期目の97年に、落選をしまして、2年間あのブランクがあります。なんていうんですか、偶然、世田谷選挙区ではあの議員の欠員が出まして、石原都知事が登場した99年の4月、石原都政の誕生、石原知事の誕生、つまり知事移選の投票日に同じ補欠選挙という形で、世田谷で石原都知事が、116,000票、そして、私は112,000票いただいて、復活をすることができました。6年間、石原都政の中で、議員をしてきたことになります。少し自己紹介をさせていただきますと、私はあの普通にあのサラリーマンの家庭に生まれまして、学校に行き、中高は女子校でしたが、共学の大学に行き、就職を、する場面になって、職探しの場面になって初めて、男性と女性との差が、差別がすごく大きいんだということにあの気がついたほど、少し、のほほんとした学生時代を送ってしまっておりました。同級生の、パートナーを得てですね、子供が3人、ここにも書いてあるんですけれども、長男、長女、次女、男、女、女ということで3人の、あの子育ても経験しております。現在25、23、20歳とで、さっきのロワイヤルさんじゃないですが53歳ということで、皆さんどうお考えかわからないんですけど、人生100年とかいう時代ってね、言われるようになりましたけど、実際は元気に動けるのは私は80年じゃないかなと。その80年の人生を一人一人が満足して、そして不利益を被らずに終えることができる、そのために政治ってあるんだろうというふうに私は思っています。で、さっきちょっと紹介がありました、私が、この7月まで所属をしていた、ローカルパーティー生活者ネットワークというのは、いわゆる地盤看板カバンがない女性たちばかりを議会に送る、圧倒的に男性が占めてきた議会の中に女性議員を作り出していこうということで始まりました活動なんですけれども、今世界的に見ても日本の、女性のエンパワーメント、要するにそのジェンダー指数というのがありまして、88カ国中今43位という大変低い地位にあります、位置にあります。日本は男女限らず学歴も高く、また経済的な水準も高く、いわゆる豊かな国の一つに数えられているわけなんですが、女性の占めているポジションはまだまだ従属的な。日本社会はどうやって作られてきたかというと、やはり、都知事を例に出すのはちょっと気が引けますけれども、強くて、そして障害がなくて大人の男性に、仕切られてきた社会だというふうに言うことができると思うんです。ですからそこに当てはまらない人たちに大部分の不利益があったということで、私たちが始めたこの生活者ネットワークの活動というのは、そういうマイナリティの権利を主張する、当事者の声をとにかく政治に反映させていくんだということで進めてきたわけです。現在、北海道から九州まで、地盤看板カバンがない女性たちを出すという意味では、そういった経済的な負担の問題や、あるいは
役割としてこの議員を職業にしないんだっていうようなルールも持って、やってきましたので、大変あの限定的なあの活動ではあるんですけれども、一つのそのマイナリティを乗り越える仕組みを作って今まであのやってきております。で、私は、まあ、来年はあの一つ、場所を変えて活動の場を作っていこうと思っているんですが、それはやはりこの地域の政治に関わって、一つ一つの人権なり、権利主張をしていくときに、大変国がまだまだ男性中心、特に女性の場合はですね、例えばあの不吉な例で言えばですね、年金問題見ていただければ分かると思うんです。結婚する相手の男性の職業によって大変大きな差別が起こります。自営の方と結婚するのか、あるいはサラリーマンと結婚するのか、自分が働いていてもですね、非常に大きな差ができてしまう。そういったことでは制度自体が女性を差別してきた国ということが言えると思います。それは未だに続いております。それで、まあ、私は、まあ、ここに今日は私のマニフェストということでお話を、お題をいただきましたんですが、ちょっとお配りしたのはちょっとここに、間違いかなと、でもちょっと和みませんかこのあのリーフレット、私は3つの基準で日本をリセットしたいというふうにあの今考えているんですけど、そういった意味では中心にあの子どもの基準で日本をリセットしたい、それがまず今日はあの伝えておきたいと思うんです。